こまでもどこまでも。そうだ。すごい。とても広くて、そして豊かな国よ。へえ。ねえ、この古い塔は何のためにあるの？大昔の話だが、ここら辺は隣の国で争いが絶えなかった。なぜなの？豊かな大地を狙って砂漠の国が攻めてきたんだ。この塔は敵の動きを見張るために作られたのだ。
Bye.
神様からのお告げがあったからもうすぐ半年になる。待ち遠しいわ。私たちの赤ちゃんともうすぐ会えるのね。きっとお前に似て可愛らしい子だ。そしてあなたに似て元気な女の子よ。よし、外出の支度してくれよ。
静けさすべてを教えておくれ。どんな気配も伝えておくれ。モグラの席も狼も化け物来たってすぐわかる。なんだってお前は平和を乗り越えてきて水人のようにわしのラプンツェルを取って行くんだ。人は自分の皿で食うべきで他人の食器にちょっかいを出すべきではない。水人だんだん責任わしの野菜に手をつけるとは。お前はここの地雷を払ってるとでも言うのか。そんなことをすれば良いことはない。勘弁してください。好き好んでいたしたわけではございません。全く切羽詰まってしたことです。うちの家内があなた様のラプンツェルを覗きまして食べたいと思い詰めて死ぬくらいになりましたので。あとよく言うじゃないですか、妊婦の望みを叶えてやれないものは目が腫れると。目が腫れないでよかったですね。なんだわしに説教してるんだ。わしの周りでは死のことを言わせないよ。お前の言うのは本当なら、ここにあるラプンツェルはお前の欲しいだけ持たしてあげるよ。だがそれにはお前のおかみさんが産み落とした子供をわしに差し出すと約束をしない限りお前の命はない。子供は幸せになるよ。わしが本当の母親のように世話をしてやるからね。わかったね。はい、わかりました。取引成立じゃ。忘れるんじゃないよ。これでわしの弟子ができる。おい、取ってきたよお前。ラプンツェル、早く食べさせて。取引のことは妻には内緒にしておこう。子供は渡すまい。Thank you.
人生ねんねしたかい。お前の子守歌よく聞くな。ちゃんと私の声を聞いてくれるのよ。エリーゼ、いつか大きくなったら一緒に歌を歌いましょうね。本当に可愛いわ。天使みたい。お前にそっくりだ。生まれたようだね。こんにちは。いつの間に。ちょっと抱っこさせてもらおうかね。いいからいいから。わしに任せておき。ほら、いい子だ。なんて名前にしようかね。エリーゼです。そんな名前、気に入らないで。この子の名前は、そうか、ラプンツェルにしよう。それがいい。ちょっと、あなた、なんで黙ってるの？なんか言ってよ。なんだ、女王には何も話してないのか。はい、わしは、あんたの天使と取引したのさ。この子は、わしのものなんだよ。そうだね。はい。あなた、どういうことなの？それが…じゃあ、連れて行ったらね。同時に育てるから安心よし。ごきげんよう。Oh.
り暮らしをするんだ。え、いいの？やったやったやった。13歳になるまで修行なんだぞ。その前にいくつか決まり事があるから、よくお聞き。なに、大手のおばあさん。今からこの入り口から入るな。一度入ったら簡単には出れない。この入り口は粘土と漆喰で完全に塞いでしまうのさ。見ての通り、この塔は梯子もなければ出口もなく、ただてっぺんに小さな窓が一つあるだけだからな。どういうこと？年頃の娘を守るためさ、ラプンツェル。特に男というやつはとても危険だ。修行の邪魔になるんでな。男ね、物語では知っているけど会ったことはないわ。顔を見るな、声も聞くな、それがお前のためだ。分かったわ。食事は3日おきにわしが届ける。わしが呼んだらお前の髪を塔の上の窓から下ろすんだ。それを伝って登っていく。まあ大変。髪を一度体に巻きつけてから下ろすんだ。こうね。分かったわ。さあ誰にも見られないうちにさっさと中へお入り。いいわ。せいぜいいい修行をするんじゃ。13歳だからわしらの仲間にするんじゃ。すぐそうやって私の将来を決めつけるんだから。時間はたっぷりある。自分を見つめるのじゃ。もう分かった。じゃあ入って。Thank you.
ことだ。ビンカルの食事だよ。ありがとう、おばあさま。どうだ、一人暮らしは。別に、暇で暇でつまらないわ。時間つぶしに歌を歌うことくらいしかやることがなくて。まあ、元気そうで何より。お前に話し合いを連れてきてやったよ。え、友達？誰？ねえ、誰なの？Thank you.
歌声なんだ。どこから聞こえるんだろう。誰なんだろう、こんなところに。ここは昔の見晴らし台で、今は誰も来るはずがないんだけど。いつの間にか入り口が塞がれている。どういうことだ。どうやってこんな高いところに入れたんだろう。何かおかしい。だって人が登っていかれるなら、僕も一つ運試しにやってみよう。取り戻そう。
落ち着いた。それからこの僕をちゃんと見てごらん。目、鼻、口、髪の毛、立ち姿、これが僕さ、今の僕さ、はじめまして、どうぞよろしく。今度は目を閉じて耳を澄ませてごらん。いいかい？そして僕の声を聞いてごらん。ルラルルルル、ルラルルルル、ルラルルルル、ルラルルル。もう一度目を開けてごらん。そして真面目に聞いてほしい。君と結婚したい。結婚？結婚？相手のことがちゃんと見え、感じられたとき答えは何？ Yes? No? 相手の声ちゃんと聞き、受け止めた時に答えは何？Thank you.
ラプンツェル。閉じ込められてた
もりだったのに、お前はわしを騙したんだね。ごめんなさい。Oh.
ではいないようだ。痛い。目が何か刺さった。見えない。今見えない。お前は帰っていいぞ。僕は旅に出る。もう後ろには戻れない。お前一人がお城に帰れば、それはもう僕が城に戻らないことがみんなに伝わる。さあ、いい子だから帰るんだ。Bye.
ゼル、君なんだね。泣いてるよ。君の涙で僕の目が現れていくようだ。No.
いたしました。最後にもう一度フィナーレを歌って皆さんとお別れしたいと思います。